今回の愛媛新聞リポートは栗にスポットを当てます。2012年の愛媛の栗生産量は全国3位でした。中でも産地として全国的な知名度を誇るのが伊予市中山地区です。県内の菓子職人も地元産の栗を生かした菓子作りに取り組んでいます。愛媛大学1年の市原夏美さんと小西萌さんにその魅力をリポートしてもらいます。それではご覧ください。伊予市中山町中山の国道56号沿い JR 伊予中山駅のすぐそばにある直売所栗の里中山特産品センターでは、地元産の生栗や菓子などの加工品を購入できます。注目は焼き栗の実演販売です。切り目を入れた生栗を焼き栗機の筒状の釜に入れます。圧力を加えて焼くことで栗のホクホク感を引き出します。ぐるぐる回る機械を見ながら待つこと15分ほど。ほのかな香りとともに釜から焼き栗がゴロゴロ出てきました。外側もなんかホクホクしてるよね。しかも大きいね。うん、粒がやっぱりね、ボリュームがある。うん、めっちゃ美味しい。幸せだね。焼き栗は12月中旬頃まで販売する予定です。伊予市中山町伊豆淵にあるまんじゅう屋久保は1948年創業の和菓子店です。店内には栗を使ったさまざまな商品が並びます。まあ、粒が大きくてですね、まあ、甘みがあってで、まあ、食べ応えのある石っていう、でお菓子に使っても食べるとその食感で中で口の中でコリコリってするような しっかりとした食感のある栗だと思います。自慢の一品が栗千寿という栗まん。中山地区や隣接する内子町で採れた栗を甘露煮にして、卵の黄身を練り込んだ白あんで包んでいます。2008年の全国菓子大博覧会で金賞を受賞しました。生地とそのあんこの方の砂糖もちょっとやや控えめにして、栗の甘みを引き出すような作り方をしています。うーん、おいしい、甘っ。栗が食べられない、栗の存在感がめっちゃあるね。なんか甘さもすごいちょうどいい、ちょうどいい甘さで美味しいです。幸せです。幸せな気持ち。幸せ。うん、なんかもう一個食べたくなる。うん、いくらでも食べれる。僕の同級生とかも U ターンしてきたり I ターンしてきたりとかして、お百姓さんやってる人とかがだいぶ同級生と増えてきたんで、またその子たちとも協力しながら、また栗を作ってもらって、それを使ってまた新しいお菓子を作っていきたいと思います。
松山市居合4丁目の洋菓子店ルフランルフランです。ショーケースに美味しそうなケーキが並んでいます。これは新作モンブランの銀寄せ。その名の通り、中山栗の中でも高級品種として知られる銀寄せを使っています。10月中旬以降に発売予定です。オーナーシェフの鎌田拓也さんに作っているところを見せてもらいました。モンブランのクリーム、脂肪を一緒にこう入れてますので、まあ、本来のこの栗らしさがやっぱりよく出るクリームになります。宮城餃子で焼いてます。ここにね、あのカスタードで、あのネーブル の, あのコンフィチュールですね、ジャムをこう、忍ばせてます。このセンターにありますね。少しだけここでこう柑橘 の, あの香りというか、あの感じるか感じないかぐらいのこう酸味が欲しいんですよ。渋皮煮なんですけど、はい、これはあの栗のケーキというよりも中山の銀寄せのケーキを作ったんですよ。ここになんか余計なものを入れちゃうと、あのそうじゃなくなっちゃう。これで完成です。一足早く新作モンブランを味見させてもらいました。みんな厨房で手づかみになってた。食べて一番にもう栗がすごい。食感がまた楽しいよね。ああ、下のね、メレンゲの、作り手の方がすごい思いを持って作ってる人とかの熱さがあると、僕らもその熱さを持って帰って作れる、それがあの物じゃないよ、なんかこう作品なのよ。みんな農家さんの、この栗も栗農家さんの作品を僕らが預かって、それをまた違う作品に変えて食べてくれる人に伝えなきゃいけない。だから栗が栗らしくなくなっちゃったらダメなのよ。美味しそうでしたね。今回の愛媛新聞リポートは、愛媛産の栗を生かした和菓子やケーキなどを作り手の思いとともにご紹介しました。